皆さんこんにちは、インストラクターの久保田敦郎です。この DVD ではエアロビクス初級者向けのコリオを2つ、初中級者向けのコリオを1つ、中級者向けのコリオを2つ、計5つご紹介させていただきました。初級者向けのコリオはシンプルなアームやスローな動きを取り入れて、なるべくエクササイズ要素を多く取り入れて進めていきました。初中級者向けから中級者向けのコリオは徐々に弾みの動作やステップを多く取り入れて、進めてまいりました。そちらの方をぜひ、ご注目いただければと思います。それではどうぞ。ワン、ツッ、今度は膝も上げて、頭の上に手を置いて肘膝を寄せる。ふう、腹筋を使います。ラスト4 3 2、左から足が変わるとき一緒に皆さんも手拍子をしましょう。今度は2回ずつ、1 2 4 3 2 1、手拍子、腕を振っていきます。腕の動き、最後前に足、後ろに引いてからレッグカールです。アップタップ、ストップ、ツーストン、引いて肘、その手を開いて体重が乗る方